本日のゲストは札幌緑愛病院院長川西哲明先生です。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは自己紹介からお願いいたします。はい、えっ、ー、と緑愛病院の川西です。まあ仕事は肝臓の専門医をしています。えー、ウイルス性肝炎の方、脂肪肝の方、いろんな肝臓の病気の方を、えー、見させていただいていますので、今日もそういった中身をですねご紹介できたらと思います。はい、そして今日は三日目なんですが、はい、今週のテーマ はい、はい。え今日はですね、肝臓を元気にするためにっていうことで、まあ気持ちの持ち方っていうことでお話をさせてもらえたらというふうに考えています。はい。それでは早速今日は一か目なんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっと肝臓を元気にするためにっていうことでは非常に気持ちの持ち方が大事で、どうしても肝臓の病気があると肝硬変になったり肝癌になったりということがね気持ちの中ですごく不安になってくる。 で、私がいつも患者さんに話しているのはですね。まず初めに健康で幸せに過ごすにはどうしたらいいのかっていうことを原点に戻ってあの考えてみてください。っていう話をしています。そしてまあ健康になるためにはまずできるだけなりたい姿を思うことが大事で。 病気や悩みのここととばかりりり考えていていいも、あまりいいことはあまません。健康な姿やりたいことをしている姿を思うということがですねいろんな病気に共通するんですけども大事なことでそしてさらにですね気持ちの持ち方としては健康になるための気持ちの持ち方として素直な心でいつも笑顔で。 ありがたい,ありがとういつも感謝を心に思って過ごすってことがね非常に大事なんですよそうすることによって免疫力治癒力が上がってくるんですよっていうことがね、うん、どんどん証明されてきてるんですね。はい まそう言っても病気のことってどうしてもねあの勉強しなきゃならないっていうことがあるのでまお勉強してくださいねとは言うんですけどもでも勉強していくとどうしても悪くなるとどうなるのかなっていうことばっかりがついつい頭に行きがちになってしまって悪いことばっかり勉強される方がいるのでそういったことであれば勉強はやめてくださいって言ってます勉強するからにはどんなに悪くても良くなる可能性があったり良くなった人がいるんだよっていうことをね知るために勉強してほしいってことでねま今日のこの時間もですねそういったこと で良、えー、くなることがあるんだなってお話もですね。織り混ぜながら、あのー、4回目5回目ってことになるかとは思います。はい、そしてまあ、どうしても辛くなってくるとね。不満や愚痴悪口なんかが頭に浮かんできやすくなりますよね。えー、でも、こんなことを続けると、さらに体の調子、気持ちの状態。人間関係も悪くしちゃうので、えー、無理やりでもいいからいい方に考えてください。なんてね。言ったりはしてるんですけどもまあ、実際ですね。こんなしんどい時にね。えー、いい方に考えろなんて無理だよって言われちゃうんですね。で実際私も。 肝硬変だとか肝がんの患者さんずっと見てきたので、えー、どん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 毎日のように亡くなるっていう、ね、ことがあって、えー、本当にこんなに、ね、あの辛い病気であれば私も違う病気ねもっと、えー、あの患者さんが元気になる病気っていうのもあるからねそういったところに行きたいななんて思ったことがいくつかあって。えー まあなんとかこう気持ち切り替える方法ないだろうかってねいろいろ試してきたんですでそんな中の一つにですねより楽しいことを思うっていうのをねぜひやってみてくださいって話を今はしていますで実際私がその楽しいことまあ実際にあったことのように思うこと嫌なこと考えてもためにならないんだっていうことからね、うん、来てるんですけども 私がその辛い時しんどい時に何を考えてるかっていうのを患者さんに言うんですけどね、はい、まあ実際体がでかいんですね私180あって体重も1 0 0キロ超えてるので、まあ、食べるのが大好きなんですね、はい、で食べるのも私回転寿司が大好きで、はい、回転寿司の中でもねしめ鯖が大好きなもんですからしめ鯖を食べてる自分の姿を思い出すと、まあ、気持ちが切り替えられるって、ねえー、ニコニコできるっていうのでねそんなことを使ってるんですけども、はい、まあ患者さんには何がいいかなってこう思った時に大体こう60代前後の方が多いのでね、はい、お守 孫さんのことを思い出してってっうとね、ね。大抵の方がニコニココすするんです、ね、いやーお孫ってすごいなって思うんですけど、まあ、ここで大事なのはね可愛いお孫さんを思い出すことでね可愛くなくなったお孫さんはやっぱり忘れるっていうのも大事かなってずっと笑いお話にしてるんですけども、まあ、その他趣味だったりね、旅行だったりいろんなことあるかと思うのでそういったのをこう思い出して辛い時ね乗り越えるっていうのもやってみてくださいっていうふうに言ってます そして、まあ、理想的なことを思っていくっていうのも実はコツがあってできるだけそのプラスの内容で思ってほしい、えー、これはですねあの日本人ととといいいいいいいうのは謙虚な民族ででついつつい悪いここを否定してていいに置き換えるる癖がついてるんですね、はい、あの病気にならないようにしようとか怪我をしないように、えー、事故に遭わないようになんてねついつい使っているかと思うんですけども、はい、それであれば最初から健康でいいよ元気でいいよって思う方が心も体もそちらに向かいやすいってことが分かってきてるので、はい、ぜひね「あ今日風邪ひかないようにしなきゃな」 なんて思ったらでピンピしてよっていう風に言い換えることで、うん、プラスの言葉をね使う練習っていうのをぜひね繰り返してほしいなって言ってるんですね。えーはい そして興味、まあ、たく肝臓の話っていうことになってくると、はい、肝臓がんが大嫌いだっていう方ねたくさんいるんで肝がんになりたくないってやっぱり思っちゃうと思うんですけどもまあ肝臓がんになりたくないって思うってことは実は肝臓がんののこととを一生懸命考えてるのと同じになってしまうんです、はい、なのでそれであれば健康な肝臓になりたい健康な肝臓が自分の中にはできるんだって思うことがですね非常にその肝臓の治る力も引き出すので是非、はい、そんな風に試してみてほしいなっていう話をしています。 であと一方でですね、まあ、患者さんとここ10年ぐらいやっている取り組みにです、ねえー、実はもう不満は言わないっていうのを、ね、やってみましょうって言ってるんです。えー ついつい辛いことあるので不満や愚痴どうと言いたくなるんですけどもねあの不満や愚痴っていうのは言わないように心で思ってもいいんですけども言わないようにってやっていくことで言わないで過ごすことによっていろんないいことが起こるようになってきますだからそういったことをですね3週間21日間続けられるようになると一生不満や愚痴を言わないで楽しい人生になる可能性がありますよっていうことをね進めてるんですね。 で実際私もあの同僚にですね「いや川西って不満や愚痴も言わないでよく働くいいやつだな」なんて言われてたので <laughs> その気になってやってみたらね一日20回以上言ってましてねちょっとショック受けました。<laughs> 本当にこう自分が不満を言っていることって気づいてないもんだなっていうことでね、えー、まあこの「もう不満を言わない」っていう運動が実はアメリカのボクスさんが始めた運動があって、えー、あの紫色のゴムのブレスレットをですねはい、めて不満薬をっったらこう付け替えるるいうのをやってるんですね、えー、でそういったのを繰り返していくうちにこう自分が不満を言わないようにどういうふうにやっていくかっていうことをやってて、まあ、実現するっていうやり方をしているので、えー、ぜひそんなのもね試してみてほしいと思います。であとと、まあ、患者さんと話している中身ですね、はいあの 何歳くらいまで行きたいですかとかどうしたいですかなんて話もするんですけども、うん、まあぜひですね100歳目指しましょうよなんて話もしてるんですね、はい、まあ今肝臓の病気どん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 治る治療が出てきてるので、はい、そういった意味でももっともっとできる奇跡的なことっていうのがどんどん起きてきてますのでそういったところをあの目指していきましょうよって話をしていますはい。今日のポイントがその気持ちの持ち方ということで、はい、その先生が今おっしゃったように愚痴を言わないですとか、はい、やっぱりそのニコニコするですとか、うん